ガールのみゆです。チャオガールのみかです。みゆみかです。イエーイ。今回は12月26日頃発売のチャオコミックスを大紹介しちゃいます。はい、チャオコミックス3冊、チャオホラーコミックス3冊の全部で6冊の豪華なラインナップになっているので、ぜひ最後まで見てみてね。それではコミックス紹介スタート。チャオコミックス1冊目はみんな大好き大人気のほっこり物語、川田紫乃先生のハローマイベイビー10巻です。2つ目に収録されているお話では、愛ちゃんと小梅ちゃんが珍しく喧嘩をしてしまったみたい。間に入る真央くんも思わず動揺。喧嘩の原因は些細なことだけど、果たして2人は無事に仲直りできるのか。気になる続きはコミックス10巻でチェックしてみてね。ついに10巻目に突入した大人気のハロマイ。寒い冬を乗り切れちゃうほっこりあったかいエピソードがたっぷり収録されています。ぜひコミックスをゲットして、たくさんのお話を読んでみてください。チャオコミックス2冊目は初恋初彼とのピュアな恋、ついに感動の完結、大木真城先生の同級生と恋する方法5巻です。ヒロインのリリちゃんと葵くんはクラスでも有名な同級生カップル。1つ目に収録されているお話では、同級生カップルが親友の恋のお手伝いをすることに。リリちゃんの親友セイラちゃんと葵くんの親友村上くん、幼なじみの2人がなんだか最近いい感じみたい。学校行事のスキー教室で同級生カップルに続く幼なじみカップルが誕生しちゃうかも。気になる続きはコミックス5巻でチェックしてみてね。ドキドキの展開が盛りだくさんの第5巻、今回も目が離せないお話がたっぷりです。そして同級生と恋する方法はこちらの5巻が最終巻になります。感動の完結をぜひコミックスで読んでみてね。チャオコミックス3冊目は誰にも言えない秘密の恋がスタートしちゃう、北村優香先生の放課後君だけのヒロイン1巻です。ヒロインのみくちゃんは学校で大人気な男の子コウくんに片思い中。ある日とあることをきっかけに、みくちゃんはコウくんの秘密を知ってしまうけど、そこから誰にも言えない秘密の恋が始まることに。ぜひコミックス1巻で気になる恋の行方を要チェックです。チャオデラックスで大人気連載中の作品が待望のコミックス化です。北村先生の描く世界に思わずキュンキュンしてしまう一冊になっているので、ぜひゲットしてね。ここからは読むだけでゾワッとしちゃうチャオの人気シリーズ、チャオホラーコミックスの紹介です。今回も怖い作品がたっぷり揃っているので、チャオホラーファンの子は必見なラインナップになっています。チャオホラーコミックス1冊目は人間の欲望をテーマにした大人気作品、中村さとみ先生のブラックアリス9巻です。今回一つ目のお話に登場するのはマリエちゃんという女の子。彼女は同じアート部の朝日くんという男の子に片思い中みたいだけど、なかなか気持ちを伝えられない。そこにアリスが登場して、マリエちゃんに理想のペンというアイテムを渡す。このペンで絵を描くと、その絵の中に入れるようになるみたい。果たしてマリエちゃんはペンを使って何をするのか、気になる続きはコミックス9巻でチェックしてみてください。絵の中に入れるペン、気になるけどちょっぴり怖そうなアイテムの登場です。今回もダークで面白いストーリーがたっぷり収録されているので、気になる子は要チェックの一冊になっています。みんなぜひゲットしてね。チャオホラーコミックス2冊目は唯一無二のダークファンタジー、水堀の先生のショコラの魔法ビビットベリーです。今回収録されている一つ目のお話は、マナちゃんという女の子が記憶喪失になってしまうエピソード。少しずつ元の生活に戻ろうとするマナちゃんだけど、どうやらお母さんの様子が気になるみたい。果たして彼女の失われた記憶に隠された秘密とは。全ての謎を知るショコラの登場でお話が急展開しちゃうかも。今回も読み応えたっぷりなお話が盛りだくさんのショコラの魔法。ダークな世界観に思わず引き込まれてしまいます。
続きが気になる子はぜひこちらのコミックスをゲットしてチェックしてみてね。チャオホラーコミックス3冊目は1冊でチャオホラーをたっぷり楽しむことができちゃうホラーアンソロジー、令和学校の怪談です。収録されている1つ目のお話はチャオ本誌で大人は分かってくれないを大人気連載中、舞田奈緒先生の最新ホラー作品最後の晩餐です。ヒロインのみおちゃんは学校ではちょっと地味めな女の子。そんな彼女はお使いの途中に古びた洋館を見つける。そこではとても美しい料理が振る舞われ、その料理を食べると体に変化が起きるみたい。大衝撃な続きはぜひコミックスでチェックしてみてください。こちらの作品以外にも大迫力のホラー作品がたっぷり詰まった一冊になっています。どれも読んだら続々が止まらない作品なので、ホラー大好きなチャオコはぜひゲットしてね。皆さん、12月26日頃発売のチャオコミックスラインナップはいかがでしたか？今回紹介した作品は第1話のボイスコミックやアニメがチャオチャンネルで公開されているので、気になる子はぜひチェックしてみてね。12月26日頃発売のコミックス、どれも読み応えたっぷりなので、みんなぜひゲットしてください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャオガールのミカとミユが動画をお届けしました。それではせーの、バイチャオ。